はい、本日はですね、今からバイクに乗ってちょっと香川に行きたいなと思います。というのもですね、ちょっと僕の取引先の業者さんが至急来てくれということで、ほんまはね、10月ぐらいにちょっと落ち着いたら行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと至急ね、行かなあかん用事があって、現在僕が出してるボディバッグのね、ちょっと革のサンプル見てほしいということで、急遽行くことになりました。昨日行くことになって今日出発ということなんですが、こんな感じでね、もうレザーを着てるということはですよ、そうなんですよね、ここにバイクちゃんがあるわけなんですよね。だから今日はですね、バイクで、初めて香川に行きたいなと思います。だから初高速乗って初ツーリングという動画になりますが、ちょっともしかしたらね、最初音声とか悪いかもしれませんけども、まあ、そんなはね、お許しいただきながら行きたいななんて思いますので、今日は一人の Vlog という風になってます。では行きましょう、 GO。 さて、じゃあ今から高速に行きます。音声がきっちり入ってるかちょっと分かりませんけども、初高速ですね、人生初高速、現在60キロ。うわー楽しみやな、ちゃんと走れるかな、どうなるんかな、初の SR ちゃん高速、さあ合流できるか。60から飛ばしていきます。はい、入りました。うわー高速初やな、やばいなこれ。いや、いつも高速乗ってるんですけど、あれですね、やっぱ車で乗ってる高速とバイクの高速全然違いますね。体にもろし、風が来るし、現在80、左とこ、調子乗ったか。さて SR ちゃん ETC 搭載、通れるかな。 ETC 止まらんときや、行けたか。行きました。順調に行くと2時間22分って書いてるから、まあ、途中で休憩入れるとして、まあ、3時間ぐらいあったらどうでしょう。現時点で11時ぐらいやから2時ぐらいに到着する予定です。いやー着いちゃいました、淡路島に。途中でね、バッテリー切れちゃいましてね、残念なことで淡路島を映すことができませんでしたが、とってもいい景色でしたよ。ちょっとね、皆さん見てもらいたいななんて思いますので、帰り道頑張ろうと思いますが、先に休憩行きます。これね、淡路の休憩のパーキングエリアです。こんな感じですわ、ちょっと休憩してきます。そしたらね、今から行く準備していきますわ。待ってくれてるからね、ゆっくり休憩してる場合じゃないんだよ。いや、皆さん着きましたよ、香川に。ここでね、すんません、初めまして。分かったんですね。大橋さん、見事したんですか。そうです。あ、どうも、初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、はいはい、昼からもう休業にしたんですよ、ね、今ちょっと静かないけど。分かりました、分かりました。バイクでこれ、しんどないですか。そうですね、結構疲れました。そうか、あ、そうなんですよ。これ何年前のことだ。今年出た最後の。あ、まだ出ようんかい。そうなんですよ、これあれ35年前に乗ってました。うん、ちょっとな、ファイナルエディションって一番最後なんですよ。あ、そうなんや。400やろ。400やろ。リモさん若干入ってますけど。あ、全然大丈夫。ここがミシン場、すごいっすよね。人がおらんかったら、それにもならず。いや、そんなことないですけど。いや、
機械の量にやっぱ圧倒されますね。ああ、そうなんですよ。すごい。これがヌメオイルシュリンクっていう革で、多分ね、サードサンプルこの辺の綺麗な感じのところに撮ったと思うんですよ。どこまでオッケーかっていう話をね、ここの辺。めっちゃかっこいいでしょ。はい。これって牛なの？牛なの。イタリアから直輸。例えば多分こんな感じが好きなと思うね、うん、確かに、うん、好きです、こういう感じ、柔らかい感じが2分の1はこんなカバンがでいう風になってくるんです、うん、これはね、でもね、崩れてくる気がする、うん、一番初めが一番いいみたいな、うんうんうん、あ、どんどん割る使ってうちに、で、ビューッとなってるけど、これは一見綺麗に作ってても使ってるうちにほんま馴染んできて、あ、そうなんや、これはもう好みです。じゃあ、もうそっちの方がいいですね。長く持ったらね、長く持つんやったら味が、ね、で、まあ一つ一つ違うしってことですね。そういうことです。わかりました。今度じゃあ下の方でも皮でお願いします。はい、まあ、あれは3年送ってください。本日の飯、焼きおにぎり、酒のハラミ、香川まで来てローソンでおにぎりを買いました。ですね、なんでお前は香川に来たのにうどんを食べないんだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、香川県民の方はご存知ですよね。だいたい昼過ぎぐらいにうどんって閉まるんですよね。だから近くのうどん屋めっちゃあるんですよ。美味しそうなとこいっぱいあるんやけど全部営業時間外ということで、本日はですね、この、ローソンの方で、ご飯を食べさせていただきましたということになっております。ではね、あとは帰りたいなと思います。帰りましょう。はい、それでは淡路島のパーキングエリアまで来ました。もうね、手がしびれまくってる。 SR ね、400やからか分からんけどめちゃくちゃ振動あるんですよね。でもガタ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 って振動あって、あ、真っ暗だった。ガタガタガタって振動あって、左手もやばいけど右手の方がやばい。ハンドルずっと握ってるじゃないですか。赤なってるな。だからもうね、こっからね、手開かんかったんですよ。さっきやばーと思ってうーって手開いてっていう中二病みたいなことしてたんですけど、バイクはこれです。どうぞ。いやー、いいですよね。かっちょいいよね。ちょっとね、振動を抑えるためにね、こんなんもつけたりしてるんですよ。こんなんね、振動収まるらしいから、まあ、収まったんだろうかわからんけどもやな。こっから残りあと100キロぐらいか、走っていかなあかんのですけど、これ見てくださいよ。ちょっとね、昨日ワックス塗ったんですけど、ワックス残ってますわ。拭き取れてないから、こういうの適当やからね。許してくださいよ。あ、これかっこいいな。これサムネに使おうかな。かっこいいですね。これサムネに使っちゃおうかな。はい、ということでね、最後は頑張って帰りたいなと思います。事故のないようにね、気をつけて帰ります。ちょっと水だけ買って水分補給だけしましょうか。石縄になんかぶつかったんですよ。なんかカブトムシみたいなのと。どこやろうな。どっかぶつかってんねんけどな。ポキーンって言ってんやけど忘れたな。どこ行ったな。うわー、もうシールドめっちゃ汚れてるな。さてさてさて、では帰りましょう。海峡なんとか。ということでね、無事帰ってきました。あ、事故もなくね、帰ってくれてよかったかなと思います。初めてのバイク動画、元ブログ動画ということやったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。もしかしたらね、運転中の音声がもうほぼ入ってないかもしれない。そうなったらね、本当に申し訳ない感じで、まあ、ボツ動画になってるかもしれないですが、まあ、皆さんがこれ見ていただいてるってことは、まあ、ギリなんとか採用されたんでしょう。やっぱ車と比べるとね、圧倒的にしんどい。で、時間もかかる。やけど楽しい。
車の多分5倍ぐらい楽しいかなと思うぐらいね、楽しかったですが、まあ、また需要があればバイク動画やりたいなと思うし、まあ、バイクでね、一人旅なんて面白いなってやっぱ今日思ったからね、やりたいなと思います。では終わりたいなと思います。では、本日は、見てもらってありがとうございました。